皆さんこんこにちは管理業務主任者速攻チャージパックを担当いたします土井川です。それでは本日はこの速攻チャージパックの内容に関してご説明をいたします。この管理業務主任者の速攻チャージパックは基本的に宅建士の学習経験者に対象にして進めている講座です。 まあ皆さんご存知かと思いますけれども、この管理業務就任者、あるいはマンションを管理している資格は、2000年に適正化法が生まれて、その時にできた資格という意味では、新しい資格になります。ただ、マンションはですね、特に都市部においては、もう住宅として欠かせない、重要な内容になっていて、しかも、このマンションが後継年化、つまり、築年数がですね、 もう40年超えるようなマンションがこれから急増してきますそういう意味では管理の重要性が非常に重要になってきてこの適正化法が生まれそして管理に関しての管理業者の登録性そしてマンション管理士管理業務主任者という資格ができてきました宅建の場合には宅地建物取引士ということで取引の内容ですけれども今後は さらにこの管理の重要性が増し、てきますのでこの資格の重要性が非常に高まってまいりますのでぜひ、こういう機会に学習をして資格取得をしていただきたいと思います。で、卓研生の卓研受験者向けということでこういうまあ極めて短期間で受験ができるという日程の講座になっております。まあ、本年について言えば 宅検試験が10月の21日そしてです、ね、管理業務主任者が12月2日ということで、えー、まあ42日後、まあ、本当に試験が終わってすぐです、ね、また次の資格を取得できるチャンスということで、えー、ぜひチャレンジしていただきたいわけですけどもなぜこんなに短い期間でこの合格ができるようなです、ね、講座を組めるかというと まず内容に関しましてですね託研死の試験の場合にも非常に重要な内容になっております民法ですね民法その他の法令としてありますけれども民法宅研業法も一問出たりするわけですけれどもこの内容に関してはあ宅研試験よりもですね、えー まあ優しいと言って、もいいいと思いますねしたがって宅んして学習した方は、改めてここで学習しなくても、ですね問題を中心にですね見てもらえれば、十分合格のラインを突破できますので、そんな意味では、ですねこの講座の中でも、民法の講義そのものを、ですね時間をとって、そんなにする必要がないというところから、短期間の合格講座を組むことができます。それから、えー、区分所有法ですね これは、あっけ試験では1問しか出ていないので、そんなにまあ詳しくはやっていない内容ですけども、ここがね、えー、結構出てきますから、したがって、ここはですね、もう一度です、ね、しっかりと学習していただきます。ただですね、えー、標準管理規約がそこにございますけどもです、ね、これは区分所有法とほぼですね、区分所有法、区分所有法を学習しますとです、ね、規約に別段の定めがない限り、こうですよって書いてあります。 例えば集会の召集通知これは契約に別のスタイルがなければ1週間ですねこれで発する通知を発するわけですけども標準管理契約では2週間になっているんですね。でですから契約で 別段の定めという格好で実務でもですね実際には規約でさまざまなマンションごとのルールを決めておりますのででも従ってこれは区分所有法と一体化した内容になりますので区分所有法のその規約の部分についてのですね内容になってきますのでまあある意味で一体で学習していただけるという部分ですねそれからですねマンション管理適正化法というのがありますまあ先ほど申し上げたようにこの法律でもって マンション管理士であり、あるいは管理業務主任者という資格も生まれてきたわけですけれども、ここはですね、もうほぼ宅建業法とよく似ております。えー、宅建業法でですね、えー、宅建士あるいは宅建業の免許が受けられない、まあ、免許の基準とかね。 登録の基準というふうに学習しましたけれども、まあ、基準という言葉の方が分かりづらくてですね本来は受けられないつまり拒否自由ですよねしたがってこの適正化法ではですねマンション管理士あるいは管理業務主任者の登録の拒否自由というふうに出てくるんですけれどもほぼ内容は宅建士あるいは宅建業者の基準とほぼ同じです。 ですから非常にです、ね、これは宅建業法と一体化して学習していけるという意味ではです、ね、この法令系そこに30問と書いてありますけれどもこの中のね結構多くの部分がですねままま使える、ま、た区分所予法等についてはですねそこの幅を広げていきますけれどもだから全く新しい内容を学習するということではないのでですねそんな意味ではこのような。 あ、短縮化した講座を組むことができて、おかげさまでね昨年も多くの方が宅建を合格し、さらに管理業務主任者を合格していくというダブル合格ですね。これをまあ果たすことができるというのは、その辺に内容があろうかと思います。そういう意味ではですねえー。宅建では学習していない。例えばですね。会計なんてことがあるんですけども、3問出てくるわけですけれどもですね。これらもですね。えー ごく短いここでの学習でもう3問とも得点できる会計の管理業務の場合には仕分けまあ簿記の3級とかで学習していればもちろんねお茶の子再々なんですけども仕分けあるいは税が1問出たりするんですけどもおそらくこの辺はですねこの講座の中で確実に得点していけると思いますそういう意味ではですね建築ですとか設備関係の内容 テキストが実は3冊に分かれておりましてねこの建築設備関係それから法令関係がですね民法とか区分所有法そしてもう一種類三冊、まあ、法令系で2冊に分かれていてそして設備関係とかが1冊になっているんですけれどもこの辺がですねやはり初めて学習するただですね建築基準法で学習している単体規定ですねこの辺がここではまあ関係してくる問題もありますけれどもただね え、資格試験はあらゆる資格試験がそうですけれども、別に満点取んなくちゃですね、合格できないっていう資格試験はありません。従いましてですね、当然のことながら、合格ライン、35点、36点。 というですね、年によってです、ね、少し上がることもありますけれどもそういう点数だけを確実に得点するということをです、ね、目指していただければ何でもかんでもです、ね、得点しようと思うと特にです、ね、設備関係等はあ法律ではないので,です、ね、なかなか実務をやっていてもです、ね、えこんなことがあるのというような内容も出てきたりしますので、まあ、その辺はです、ね、資格試験の宿命として、えー、捨て物であるとかあるいは足を捨てるとかいう,う思い切りも大事な内容にはなってきます。 でこれはこの管理業務主任者の試験だけではなくてです、ね、あらゆる試験に共通しておりますけれども、あくまでも試験に通るということで考えますとです、ね、なんといってもやはり、重視されるのは過去問です。試験でどう出てるかというところですね、したがって、えー、テキストもです、ね、講座の。 テキストのです、ね、最後にはです、ね、問題もついてあります。いわゆる過去に実際に出た問題がです、ね、出たりしておりますので、そういうところ、それからもちろんです、ね、教材として過去の問題集、過去本試験問題集がです、ね、使われてきます。したがって、 この過去本試験問題集ですね、こういうものでもって、今、学習した内容がどう出るかということを、その都度ですね、マスターしていただきながら、学習を進めていく、またですね、教材のですね、最後の方にもですね、それぞれ、内容ごとにですね、項目が終われば、その項目ごとにですね、いわゆる過去、出た。これはあの 管理業務主任者、それからマンション管理者、両方に使えるテキストになっておりますんで、両方から出ている問題。 もちろん解説の方でですね、これは満館の問題ですよ、官業の問題ですよというふうに解説指示してありますからですね、そこの中のとりわけですね、官業の問題を学習していただければですね、学習したすぐ後にどういうふうに出てるかということを、こういう丸抜でもってですね、知識を再確認できますし、さらにですね、教材としての先ほどご覧いただいたこの問題集でですね、実際にどう出てるかというところですね、そこを確認できます。あくまでも出るところに、 重点的にそしてですね、卓、えー、研で学習した項目に関しては、改めて学習するまでもなくです、ね、本当に、えー、さっとですね、再確認、忘れているところを再確認して、あとはです、ねえー、問題の方で見てもらったらです、ねえー、宅研よりは同じ分野に関しては、結構簡単に出ておりますからです、ね、できるわという格好で、自信を持って、えー、学習していただければです、ね、この短期間の、お 宅見で10月21日に終わってからですね10月2日まで12月2日まで本当にですね40日今日なわけですけれどもそこで十分合格できる準備ができますただこの間ですね見ていて気がつくのはやはり宅見試験が終わったらですねあ終わったってことでこうホッとするわけですけれどもねそして次のですねこの管理業務主任者の講座が始まってもですねなかなかエンジン全開というふうにはなかなかいかない。 い方が見受けられてそうすると結局いやもう試験だからやらなくちゃいけないと思った頃にはですねもう目前に試験になってしまうのでちょっとですね準備不足になりがちですしたがってまあ、寛容なことはあ宅検試験が終わってもうすぐ翌週から始まりますんでその段階からですねよし次は完了ということでということで そこでギアチェンジしてもらってですね、学習していただけると十分学習していただきます。で、講座、それからですね、実際模擬試験を受けていただき、 そしてですね最後に重要ポイント整理講座という格好で総まとめをするという格好で皆様方の合格をですねバックアップする講座を組んでおります従いましてですね是非今年ですね宅研試験を受験された方各受験された方もですねさらに次の資格としてですねこの 管理業務主任者を取得していただきで、これを取得しますとね、次にはやはり合格率がです、ね、7、8%と言われるマンション管理士ですね、こちらの方の受験の際にです、ね、ご問免除という格好で有利に働いてきますんでね、えー、さらに翌年はマンション管理士もということで、まあ、不動産のか、えー、三大資格と言われている取引の託児建物取引士。 そして、ですねプラス重要性が高まる管理のですね管理業務主任者、マンション管理士と、しかも、重政策として大事なこのマンションについての、ですねんたって宅建取引をやっても、ですねマンションの知識なしでは、ですねとてもじゃないけれども、やはり実務ができないと言っても過言ではないと思うんですね。したたがって、えー、不動産にに、えー、携わるという意味ででで転職を目指す上でも、ま、たです上もまね実際に このお仕事をされている上でもでも、ね、非常に有効、有益な資格ということになりますので,です、ね、ぜひ、この短期間で一気にですね、託研、そしてです、ね、管理業務主任者、両方、またね、過去合格した方もです、ね、プラスワンの資格としてです、ね、お取りいただきたいし、さらにこれをステップにしてです、ね、次のマンション管理士こういうものもです、ね、目指していただければいいというふうに考えております。是非ですねえー、こういうい機会にです、ねえー この資格をですね、この速攻チャージパックをご利用いただいてですね、ぜひ合格をしていただきたいと思います。以上で説明は終わらせていただきます。